Station number D22.というわけで、はい、あ、もう始まってるやつ、はい、もう始まってる、急に始まった、急に始まりました、急に始まったから、え、なんかこう急みたいな、あ、あのリハーサルみたいな、うん、そのスタッフがいっぱいおんねんから、あスタッフいっぱいおんねんから、そうそうそう、1カメさん、2カメさん、おカメさん、ちゃんと急言うてくれんの、いっぱいいっぱいいますから、はい、まああのついて早々なんですけども、あの先日は遠いところわざわざありがとうございました。楽しかったです。おかげさまで楽しい、相当楽しかったね、楽しかったですもんね、おかげさまで楽しい会にすることができました、ありがとうございます。白羽鳥が面白かったです。白羽鳥面白かったね、あれあれ面白かったあれ面白かったんですけどねあの一番最初に3回連続キャッチした自分のやつがカットされてあれはあれおかしいじゃないですか、ピューンってそう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 なんかできん、普通できんのに僕らできんみたいなのおかしいですね、見切ってたから明らか遅かったですね、あ、見切ってたから卵遅かったんじゃなくて、そうそうそう、反射スピードが速かったと、見切ってたからというわけでね、はい、今日はですね、もう京都の方に2回来ていただいたんで、今度はね、僕が贈呈式ということで奈良の大橋さんの大橋ガレージに今日はお邪魔させていただいております。ようこそおいでくださいました。いやーもうね、ませ世田谷ベース感がすごいですよね。 ありがとうございます。まあ、もちろんアイテムもそうなんですけど、やっぱシークレット欲しさに同じのを何回も何個も買われたりとか、そうでもシークレット当たったことが、当たったことがね、いいこと聞いちゃいましたね、はい、もうあのまあ動画の方で、はい、あのちょっとこうあれしちゃいましたけども、じゃあ早速、いや踊り狂ってました踊り狂ってましたあれほんますごかったですよ、ね、本当おしっこ地味ました、いやそれはまあ嘘ですけど、じゃあまあついについについにその中からそのあの例のあれが、例のあれがお二人のお手元に乗りますよ。手袋いいですか？なくて。いやもうつばいっぱいついたら大丈夫もう、はい、そうですね、もうあのご自身のものですから、はい、行きますよ、行きますよ、うくてててててまずこっからですよ、まずすごい、はい、すごいすごい、行きますよ、行きますよ。危ない。行きますよ。行きますよ。はい。テビー。ついに。あーついにあの動画ので紹介したあれがついにお。いやーすごい。牛トン。どちらから。いやもうそれは。どうぞどうぞ。もう彼から。ひよこ星人2号から。2号から、じゃあ2号だよ、どうした、所さんから、はい、参加記念スペシャルアイテムということ、はい、じゃあどうぞお受け取りください、ありがとうございます、いただきました、すいません、ありがとうございます、まさかまさかいただけるなんて、まあ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 、開けてからもう、はい、コメントをもらいましょうか、ちょっと開けて待ってくださいよ、じゃあ、はい、もう一つ、どうぞ、大橋さん、あの所さんからですけどもあの遠いところ2回もありがとうございました、どうぞお受けください、ありがとうございます、いただきました、ありがとうございます、いやーすごい、これはすごい、いやこれは本当にすごい、いやもうわざわざ京都から私に来た会がありましたよ、ありがとうございます、どうぞちょっと開けて、一回開けていただいて、はい、生いやなんかもったいない、なんかドキドキするね、生牛トン、いきますよ、はい、触ってます、はい、ででーん、いただきました、すごい、本当に実質ですね、
そうですよ、ほんまにすっげえ、はい、あの地のとこは触ると剥がれる恐れがあるんで、はあ、ありがとうございます。カホにします。ありがとうございます。いやこれ本当になんか、あの遊んでただけやからね、自分が。まあ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 言えばね、言わばね、はい、遊んでただけやのに、はい、こうやってこう気にかけてもらって、はい、こういうね、もう何とも言えないです。いやいやいや、その、ね、あの一連のお気持ちが伝わったんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に嬉しくて言葉が出ないですね。みんなが欲しがる。そう。そう。そう。みんなが欲しがってもみんなが手に入れられないやつだからね。そうそう。あの、みんなが、もちろんみんな、うん、皆さんが欲しがるっていうのは当然なんですけど、やっぱりこう僕ら3人専用のコメントをくださってるっていうのと、やっぱりこう動画見てこの僕ら3人に何かしてあげようと思ってくださった、あの世田谷ベースの中であの所さんがそうやってこう何かこうあれこれでやってくれたくださったっていうのがね、すごい嬉しいですよね、はい、いやもうほんま一生の宝、一生の宝ですよ。そしていや、そしてまだあるというわけじゃないですけども、はいはい、こちらの袋を、これ所さんがわざわざこの毎回この袋って鍵のないんですよ。へえ、そうなんですか。もう僕は普通の段ボールで来たりするんで箱が結構多かった。この袋もなかなか来ないんですよ。でもまあ今回はわざわざこれで送ってくださったってことは、僕は持ってますからね、1個はこれでわざわざ入れてくださったってことは、これもお二人にどうぞ。ありがとうございます。そういう意味だと思います。おそらく。これ売ってない。嬉しい。なかなかあれですよ。見よう見ようとこ。東京の肉。関東の匂い。関東の肉。関東の匂い。関東の。関東の匂い。どんな匂い？匂いするわ。この日を待ち遠しにしてました。まあそうですよね。まあでもあの動画公開から。1週間経ってないですか、ね、経ってないですね。ね、それね、うんうん、まあまあ早々にお渡しできてよかったですよ。お忙しい中、はい、いや大橋さんがね、あのコメントの方でよかあの贈呈式で持ってきますよって言ったら、もうすぐメール来てね、いつしますいつします言ってね。気がついてたんです。そう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 。もうすぐ取りに行きますよって言うたら。そうそうそう。いやもう今回は行きます行きます。もうすぐ取りに行くすぐ取りに行く。これはもう早く私に行かなあかんわみたいな。すぐ行く。ありがとうございます。すみません。はい、じゃあ、 あのいただきました。皆さんで、声を揃えて。はい。所さんありがとうございました。はい。あ、所さんこの度はありがとうございましたでいいでしょうか。はい。それでは3人で。ね、それでは、所さん、この度は、この度は、この度は、所さん、この度は、ありがとうございました。イエーイ。カホにします。空気漏らさないように気をつけます。わー、嬉しいな。ありがとうございます。本当、遠いところ。来た甲斐があります。ありがとうございます。これは本当に、一生の宝物にします。いや、持って書いてんのね。そうですよ。そうでしょうね。そうですよ。いやこれ本当に嬉しいことですよ。